皆さんこんにちは、はーちゃんです。今回は新宿でお洋服を購入したのでそれを紹介したいと思います。あと最後にコクーニストで購入したものがあってそれも新宿で買ったので一緒に紹介したいと思います。よかったらぜひ最後までご視聴ください。はい、今回はエブリンで購入しました。すごくね可愛いお店で北海道にないので東京に来た時に買ったりしてるんですけど、今回エブリンで買ってきたので紹介したいと思います。はい、こんな感じです。すごく可愛くないですか、このワンピース。とっても可愛くてすごいね気に入りました。はい、黒と白のもあったんですけど私はこちらを購入しました。こういう形のね A ラインのワンピースがすごく好きなので気に入りました。はい、お洋服の紹介は以上になります。次はコクーニストで購入したものを紹介したいと思います。はい、こちらになります。こちらのハンカチになります。めっちゃ可愛くて私このね違うものを購入したんですけれども、こちらのデザインね、ネットで見るよりも可愛かったので買ってきました。はい、こちらのハンカチは700円で購入したんですけど、コクーニストはすごくねハンカチが可愛いのでおすすめです。はい、次にこちらになります。こちらのストラップを購入しました。こんな感じなんですけど、アイスのデザイン最近ねすごいいろんなお店で出ていて、アイス柄大好きな私にはすごく嬉しいんですけれども、とても可愛かったのでこちらをねバッグとかにつけたいなと思って購入しました。はい、こちらはね結構丈夫に作られている素材なので1200円だったんですけれども、結構ゴールドで高級感もあるし可愛かったのですごくお気に入りです。はい、というわけで今回は新宿で購入したお洋服、そしてコクーニストで買ったものを紹介しました。ご視聴ありがとうございました。どちらもすごく私の大好きなお店で、でも北海道にはないので今回買えてすごく嬉しかったです。ぜひぜひ皆さんも行ってみてください。ではバイバーイ。はい、ワンピースを買ったらねこちらのイヤリングをもらったんですけど、紹介し忘れてたので今紹介します。ブラックもあったみたいなんですけど、ピンクをいただきました。でもすごく可愛くて、見てくださいこれ。はい、こんな感じですごく可愛いですよね。はい、ピアスを私開けていないのでイヤリングですごく良かったなって思いました。ではバイバイ。